こんにちは、おお疲れ様ですす大学のの特別講義即中のがお届けします今回はですねブログの書き方もうちょっと詳しくいくとですね、まあ、性の悩みに関してのブログを私は今書いておりますでこのブログはね非公開なんですよというよりもたった一人の方に向けてこのブログは更新していますこれ1年間の更新の契約を120万でしてるんですよねでこのののブログの更新っていうのは たった一人の方に向けて、その注文用紙で書いてますんで、すごくパーソナルな問題になっております。その方は実はですね、私と同じような年代、まあ40後半ですね、40代後半でですね、ちょっとお若い方と一回り違う方ね、12歳一回り下の女性とお付き合いされていて、でその男性は、あのいわゆるね、ちょっと性の悩みを持っていると。いまいちちょっと立ちが悪い、持ちが悪いということなんですよ。 で女性の方はまだね性的にはものすごく活発で、えー、まあ何と言いますかね相性はいいんだけども自分の体力いつまで持つんだろうかっていう心配を抱えてらっしゃる男性の方なんですよねまあそれは私も分からないでもないのでまあいろいろとねあのアドバイスすることがこれあるなと思ってるんですよでその具体的な内容はちょっと後に回すとしてここで私が言いたいのは2つなんですよ1つははですねブログっていうのは 2種類ぐらいあって、1つはですね多くの方に知らせたたいいっていう風な抽象化したブログです。ものすごく多くの方に当てはまりそうな内容に書いてあるやつもう反対側の2つ目のブログっていうのはとにかくね具体的具体的具体的にいくやつなんですよこの具体的であればあるほど多くの人はその具体的な内容から外れていくんですよねで究極私はたった一人の方に向けてブログを書いてるんですよね でですんでもう対象となるその40代後半の男性に向けて書いてるそしてその人がどんな背景を背負っていてどんな性癖があってどんな出会い方をして今の女性と付き合うようになったのかはてはその女性がどんな特徴を持っているのか好きな食べ物は何なのか学歴家族構成まで知った上でこのブログを書いてるんですよねもうたった一人の方へ向けての1年通じてのコンサル支持書と言ってもいいですねまさにこのブログ支持書になってるわけですよ さあそれですね、もう書き始めて4ヶ月になるわけですけどもまあ改善された内容もあればいまいち踏み込めない内容がありますそこでちょっと今日お話ししたいことのブログの書き方の2つ目なんですけどもブログの書き方に限らずなんですけども情報発信っていうのはね誰かに受け取ってもらうためにやるわけなんですよじゃあ情報を受け,たり受け取りたい人って何を思ってるのかっていうと苦痛から逃れたいっていう部分と さらなる快楽を得たいっていうねもっと喜びたいっていうこの二つのどちらかの動機でいろんな情報を彫り込んでくるんですよねここが肝心なんですよブルーを書くときに誰かの苦痛を取り除くために書くのかそれとももっと素晴らしい世界があるよっていうふうに快楽にさらに快楽や喜びを増し加えるような内容でするのかってことになりますでどちらかというと人は苦しみから逃れたいというエネルギーの方が強いんで 悲惨な暮らしから一転してラッキーなポジションに行きますよっていうふうなものの方が受けます今現状不満がないんだけどもさらに高みを望むためのものっていうのはそれに比べるとちょっとね人を引きつける魅力が落ちていくんですよですんでどん底から這い上がったっていうふうなサクセスストーリーが受けるということになりますよねさあそれで今回ブログの運用に関しまして私が書いてある専門ブログ、ま、たった一人の方に向けて 書いてるブログなんでやっぱりねその人からのオーダーを受けないととてもじゃないけど無料でもう一人に対してのブログなんて書けませんですんでまあ報酬はいただくわけなんですけどもでも考えてみるとねこういったたった一人の方へ向けてのブログなんてしかも限定公開ですよこんなブログの発想を持ってますかっていうとこですよねで私はこういう方を今一人ですけども年間で例えば10人こう要することができればもしかしたらこれでね ブログの新しい新境地が切り開けるんじゃないかなと思ってるんですよ。ただし相当な信頼関係を積んだ上で、じゃあブログにメッセージをずっと入れていきます。一年契約で行きませんかっていう話にはならないと思います。で、今回のはどちらかというと、私の方がオーダーをいただいたんでね、やりやすかったんですよ。一年契約をコンサルでさせてくださいと。ただしお会いできないし、動画のメッセージのやり取りも毎回だと結構きついんで、文章で欲しい。 だから文章と動画をうまいことを織り交ぜて文章で読んでいただくのもいいし私の音声を聞いていただくのもいいしって感じでブログに最後に音声をつけてるんですよね音声読み上げソフトっていうのもありますんであの途中からそっちの方に移行しようと思いますけども今は私が吹き込んでます、まあ、こんな形でたった一人の方に向けてブログを書いてるわけですけども実はその方ね、えー、冒頭で申し上げましたけどもちょっと体力に自信がないということなんですよ、まあ、ですんで食べ物運動の習慣 その他ストレスを抱えないこととかそうですね喫煙をしないとかお酒をね飲まないとかねいろいろとこう,うブログの中に書いたりアドバイスはするんですけどもその上でその人が一体何が好きかどういうふうなことだったら、うんまあ、生態系をねもうちょっと充実させることができるのかっていうことをもう本当にここでは申し上げられないくらい恥ずかしいぐらいマニアックなことをねずっと送りつけてるんですよ。そののの上で万がが一の時にどんなものが お薬ですよね副作用がなくて有効なのかっていうふうないわゆるバイアグラ的なそういったおお薬のご案内もしておりますこれね実はね覚醒剤とかね薬物みたいな感じに思われる方もいますけども単なるねあの筋肉増強剤みたいなちょっと有害っぽいものではなくて何て言いますかね私も詳しいことをね薬事法なんかがあって言えないのかもしれませんけども。 まあ、とにかくく血液の流れを良すする、るそういったお薬があるんですよ。しかもこれは飲んで30分から1時間後に効き始めて3時間から4時間経つともう消えていく中和されるっていうやつなんですよね、まあ、ですんで今日は勝負だなとでもちょっと大丈夫かなって時にお酒を飲まずに食事を腹6分目ぐらいにしてそのお薬を飲むと、まあ、いい感じでですね、えー、頑張れるみたいなものがあるわけなんですよ。 まあそのうち私もねちょっとお世話になるかもしれませんけどもまあこういった情報とか入手先とかどのね薬剤をセレクトした方がいいのかってことは通常わかりませんしで私も直接販売するわけにはいかないんで販売してるところを紹介するってことでその仲介料、紹介料をキックバックいただくって形になってるんですよねでこのお薬っていうのはそんなに高いもんじゃなくてあの4粒セットでねだい1000円ぐらいなんで2三百3 0 0円で1粒手に入るわけ で、場合によってはその一粒を二つに割って効力を弱めるっていう方法もありますし、まあ、怪しい薬といえば薬なんですけども、ま主にはジェネリックを紹介しているところとおつなぎしてますんで、入手には発注から到着まで2週間ほどかかりますけども、うん、ある程度の数持っておいていただいたらね、お役に立てるんじゃないかなっていうところでございます。さあ、それで今日はブログの書き方っていうお話になりますけども、 まあ最後にね、こんな話もあれですけども、ブログの書き方っていうのは、先ほど申し上げましたように、人の苦痛を取り除くためのブログなのか、人をより素敵な世界に導くための快楽の紹介のブログなのかっていうふうな二つの分け方があります。その上でさらに四つに分けることができます。恋愛のブログでいくのか、健康のブログでいくのか、お金のブログでいくのか、仕事のブログでいくのか、ね、この四つに分けるととっても書きやすいと思います。さらに、 例えば、今テーマにしました。恋愛のテーマでブログを書く場合、恋愛って言っても様々あるんでね、さらに分解していく必要があります。恋愛の中でも、思春期の恋愛なのか、50代の恋愛なのか、不倫なのか、浮気なのか、それとも、40代でまだ一人婚活をしたいんだっていう方のブログなのか、ね、様々分解されていくわけなんですよ。で、より専門性を高めていくことによって、 その記事に興味がある方だけをこう引き付けていく読んでいくっていうことになりますその先にですねあなた専用のブログを書きましょうかとかあなたに対してのコンサルをしましょうかマネジメント契約をしましょうかっていうふうなセールスが最後に入っていくっていうのが、まあ、ブログのセールスへの誘導なのかなと思っておりますはいさまざまなことをね今日は申し上げましたけどももう一回整理しますブログを書きたいと思った場合はそのブログ苦痛を取り除くブログですか 快楽にに導くためのブログでですすかかってことで2つに分かりますその上でテーマは恋愛なのか健康なのかお金なのか仕事なのかこの4つのうちのどれかに絞っていくと非常に書きやすくって読んでもらいやすい見つけてもらいやすいものになりますもちろん野球ですとかサッカースポーツのような趣味のブログを書いてもねいいんですけども私はねあんまり趣味のブログはおすすめしません <laughs> まああのやる分には全く構わないと思いますけども少なくとも私が 何かアドバイスをするとしたら趣味をどう健康につなげていくのか趣味をどう恋愛につなげていくのか趣味をどう仕事に役立てていくのか趣味でどうやって稼いでいくのかっていうふうな4つのテーマにやっぱりくっついていくことになるかなと思います、まあ、それでもよろしかったらねブログの書き方あのまた別の機会にお話ししたいと思いますのでよしブログを書くぞって方はね ご連絡いただければと思いますけどもなかなかブログ書くぞっていう風に教わって書くもんじゃないですからねむしろ自分で思いの丈をだーっと書いていってネタが尽きた時にどうしようかっていう風なね相談に入ってくるのかなと思います。はいじゃあ今回は以上にしまししまょうかお疲れ様でした